何回戦かちょっと待ってます。これだけできます。はい、交換っていうのができます。
連絡します。女子の準決勝を、1時50分から開始をしたいと思います。選手の皆さんは、準備の方をお願いします。準決勝の、審判の先生方を、お願いします。第5試合場、小山高校対明慶学園高校、審判主任上野先生、主審渡辺真美先生、副審佐藤仁先生、第4試合を東京の桜井高校対森谷高校、審判主任、佐山先生、主審、伊藤先生、副審、鈴木新平先生、小林由紀子先生、以上よろしくお願いします。